スは秀吉との直接対決を制した。敗れた秀吉は講和を提案、巧みに家康を傘下に置く。脅威を除いた秀吉は天下統一事業を加速させる。四国九州を制し、朝廷からは豊臣姓を賜った。やがて豊臣秀吉に反抗する勢力は関東の北条、奥州の伊達のみとなった。天正18年、秀吉は北条討伐を決意。降伏した伊達も加えた大軍で北条の小田原城を包囲する。秀吉は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。徳川軍の直政もまたこの包囲戦に参加する。彼の名はこの戦で天下に轟かんとしていた。新生の将、小田原征伐。最善を尽くす、それだけ。いらっしゃいませ、お買い得品があります。直政は立派な将に成長したな。おそらくは小田原の戦でも天下に名を轟かすだろう。ありがとうございます。これも家康様が直政を信じて見守ってくれたから。いやいや、母のように見守ろうと思っておったが、やはり直虎のようにはいかなんだ。全ては母を思うこの心ゆえ。直虎、これでお主もようやく肩の荷が下ろせるな。はい。でもすみません、私だけ荷物を下ろしちゃって。なんの、わしには直政がおる、皆がおる。重きになれど、もはや苦にはならぬよ。家康様、頑張ってください。私はそろそろ普通の女の子に戻ります。でも家康様と直政が太平をつかむその時まで応援します。ずっと。
調子に乗って突出するなよ、ガキ。おじ上、いつまでも子供扱いはやめてくれ。俺は島津のため戦うだけだ。調子に乗って突出するなよ、新入り。はあ？ダメです、ダメすぎます。俺がそんなことをすると思っている時点でダメです。あと、いい加減新入り扱いはやめてくれませんか。俺は島津豊久、さっきの話聞かせてもらった。一緒に頑固な大人たちを見返そうな。なんだ急に。俺はお前と共に戦うつもりは。遠慮すんなって。小田原城、若い力で落としてやるんだ。ああ、ダメだ、ダメすぎる。まためんどくさいのが増えた。一人引きつけた。あとはすぐに見とれる。三の丸
丸が劣勢か。ご説明を出せ。小田丸の方にグリグリ叩いてやる。攻めてきよるか。北条の底力、敵ながらあっぱれじゃ。残念でした。また出ないよ。敵は無限か。前方に直政ありよ。混沌を引き込んでいかの武士の意地見ようや。猿の天下、所詮座教。ありがとう。これで島津の面目は保てた。秀次様を守って御茶をしたのは島津のため。ガキなりに最善を尽くしたという。だから子供扱いはやめろって。いや、妖怪だ。こっから反撃だ。まずは砲撃で本丸を攻撃するぜ。最後今だ。全軍天守に突撃だ。ここは通さぬ。北条の結束は永遠に不滅だ。せず味方との攻撃を見えた。上出来だ、新入り。上出来ならいい加減で、新入り扱いはやめてくれませんか。北条の魂、まだ尽きぬ。本丸へは誰も通さんぞ。体制は濃厚だったのに、まだ抵抗するか。今年しぶといの秀吉さん、あの子らには内通者だ。奴らに門を開かせましょう。開門。ようやった、カメ。よし、東からも本丸へ進め。北条のお殿様を守るんだ。猿の軍を関東から追い出せ。スライド
側の前方に名を変わりよ。一歩一歩そして歩み行こうぞ。ここは引くぞ。最善を尽くしたまでだ。こうにしてくれるわ。様な程度では俺に傷一つ残せない。対象撃ち取った。戦う勇気をは互いに認め合った間なら一方的に呼ばれては迷惑よなあ、新入り。どの口が言うんですか。できるやつ九州にもそういないぞ。キャンキャンうるさいな。俺はただ徳川のために最善を尽くしているだけだ。俺は島津のため、お前は徳川のため。なんか俺たちって似た者同士だよな。はあ、ダメだ、ダメすぎる。俺にはまだまだ追いついてないぞ島津。それはうん、認める。潔すぎだろ。だから俺はこれからお前を目標に頑張る。絶対にお前を超えてやる。島津は諦めないぞ。じゃあな、俺の好敵士。なんだ、寂しいんですか。武家の娘に生まれた以上、主君のために他家へ嫁ぐのは戦国の習いだ。寂しいんですね。お前な。
家康様、そんな深刻な顔で何を。あ、ごめんなさい、直政がまた何かしちゃいました。いや、あ、すまん。どうしても聞いておきたいことがあってな。ああ、直政の口癖のことよ。ダメだ、ダメすぎる。あれはどこで身につけたものか。実は私のせいなんです。私が井伊家の当主だった頃、家臣によくダメだって言われまして、小さい直政は私の後ろによくいたのですが、その家臣の口癖が移ってしまったみたいなんです。なるほど、さようであったか。しかしダメすぎるとは。直政は家臣が私にダメだって言うたびに、その家臣に対してダメすぎるって返してたんです。幼いなりに母をかばっていたのだな。ふん、なんともかわいい話ではないか。なお、虎、惜しいことをしたな。ごめんなさいが口癖になればまだ可愛げがあった。あ、た、忠勝、それを言いにわざわざ来たというのか。まったく困ったものよ。ああ、やっぱり引退撤回しようかな。直政が忠勝さんとうまくやっていけるか心配です。